ハローアースノイド、ガンダムで泣いたシーンに対する、ネットの反応をお送りするよ。とりあえず、なんで泣く、からのくだりはいつ見ても泣いちゃう。メタルセッちゃんとマリナ姫が再会する場面、長かったわ、ほんと。00は、いいも悪いもない、ただ俺には、生きている意味があった、が一番来る。ガンダムエイジ、三世代編のディーバ合沈前の回想シーン。捏造過去と言われたらそれまでなんだけどさ、長い歴史とともにあったディーバの表現としてすごく好きでさ、リアルタイムで見たとき泣いちゃったよ。フリットの敬礼見て、この船もフリットにとっては家族だったんじゃないかと思った。フリット、長い旅だったな。うまく言葉にできないけど、復讐のために自分の人生を費やした男がこういう言葉を口にすることができたのが本当に良かったなって。私は市民を守る連邦軍の軍人だ。2期で散々な目にあって、それでもしっかり親と向き合って、前を向いて生き方を決めて、地球を守るために頑張ったの。BGM も相まって本当に泣いたし、見るたびに絶対ここで涙出る。周りのパイロットたちも同じ思いで自爆したんだと思うとさらに泣ける。ありがとう、ドモン。そんなことでは悪党のわし一人倒せんぞ。だってみせー。やっぱりここまでの一連の流れかな。特に偽神社花宮ゴメス艦長が覚悟を決めながらも最後まで笑っていったのが涙腺に来た。フリット、生きるのって難しいね。やっぱこれよ。バーニーのビデオレターって書こうとしたらすでに上げられてた。ポケットの中の戦争はあるなくなよ。戦争はまたすぐ始まるって。今度はさ、もっともっと派手で楽しくってでっかいやつだぜがきつい。あるを慰めようとする純粋な言葉だからこそ耐えきれない。水星の魔女1話の暴れるグエルを止めてほしい。スレッタの姿が嫌だ。やられてるミオリネもかわいそうなんだけど、なぜかスレッタの方に感情移入してしまって。最近だとここよかったねって来るものがあった。エランケレスの最後はきつい。シリーズ見て作中の強化人間の扱いを知っていたのもあり、勝利くらい僕にくれよ、のあたりからベソベソ泣いてここで決壊した。なんなら脳内で、エターナルウィンド流れてた。ラストは衝撃がでかすぎて泣くどころじゃなかったけど、ハッピーバースデー処分がインパクトありすぎだけど、6話のファラクト戦は美しいエピソードだと思う。ウテマ戦は BGM も相まって辛かった。ネイルアーガマを空に上げるシーンで、ダグザさんとギルモアさんが支えてくれているシーン。それでも、問い続けろ、バナージ。最後の命令だ、心に、従え。人の未来は、人が作るものだろ。人は、弱くて、不完全で、だから託すんだ。託されて歩き続けるんだ。どんなに辛い道であっても、ユニコーンからの RX0 が流れるシーン。俺は箱の鍵じゃない、人間だ。そしてお前は、人の力を増幅するマシーンなんだ。お前はそのために作られた。人の心を、悲しさを感じる心を知る人間のために。だから、怒りに飲まれるな。俺は彼女を止めたい。止めなきゃならないんだ。ガンダム俺に力を貸せ。バナージがユニコーンに語りかけるとき、BGM も相まって毎回うるっとくる。お父さん。わがままを許してくれますか？行くぞバナージ、この光は俺たちだけが生み出しているものじゃない。ユニコーンのエピソード7で過去に遡るシーン、一瞬映る白い機体に本当に涙が出た。隣に座ってたカップルドン引きしてたと思う。ユニコーン原作小説の、父親に対するアルベルトのコンプレックスで泣いた。本当は親父のために働きたかった男なんだよな。こう見るとユニコーンの視聴者を泣かせる撮影がすごい。君が鳥になるなら、俺も鳥になる。ようやく巡り合えたけど、思い人はもういないことを認識させられるシーンで泣けるんだよね。初見は泣けたんすよ。ほんとなんすよ。秋広と正広の死別前のやりとり、正広のデブリの末路と輪廻転生の話から、秋広の、わかってたまるかよ、生まれ変わって戻ってくるんだよ、俺たちの家にいて涙腺やばかったのに、正広の生まれ変わりが本当か嘘か確かめてくるのね、兄貴、兄ちゃん、これ。フェンスシーン、シードの最終回は多分今見たら泣く。テレビ版だと教官殺した件もあっさり流されたもんだからサイコパスだの言われてたベルだが、劇場版ではしっかり掘り下げられてて、ベルがかなり引きずってたのが分かったし、それに対してケルベスが葉っぱをかけてくれたのも良かった。
鋼鉄の7人で新罰に特攻かましたぎり死ぬ間際に思い出すのが木星のパイロット時代じゃなくてシェフとして平穏に暮らしてた時っていうのがお前ってなる。ファントム起動はなんか熱すぎて泣きながら見てた。ゴーストのラストあたり、フォントが泣いて理解するあたりからもう、グッとくる何かがある。ロックオンの最後、刹那がギリギリ間に合いそうな描写だったから余計にきつかった。俺はそこはなんとか耐えたけど、その後のハロのロックオン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 で耐えられなくなった。エンディング込みで泣いちゃう。ダブルオーでルイスの欠損が発覚したシーンでもね、もうはめられないのみたいなセリフが印象的だった。子供ながらに衝撃的すぎて足がしばらく震えてた記憶がある。漫画作品ならこれカイザー殿、こっからの一連のシーンが最高なんだ。マッキーの最後はうるっときた。それまでは力にとらわれた男って印象だったけど、実際は自分がそういう風になるように貶めなければ前に進めなかったってのが。タネシでステラが死んだシーン、死んが何したって言うんだ。トランザムバースト発動シーン、演じた宮野もこのシーンで泣いたらしい。この回で泣いたがのたを襲う。